開かれまして、関西を中心に活動をされております、おられます。ご自身のアイデンティティや、幼少期の経験をもとに、現代社会を独特の視点から子どもをモチーフに表現されております、アーティスト活動のほか、教育関係を中心にご自身の経験をもとに、当事者として2009年度より本格的に講演活動を開始されました、2015年にですけれども大阪府の、公安庁の人権研修でお話をお伺いしまして、その時にご自身の経験、ご経験に基づいて本当にいろいろ我々が悩んでるところなり気がつかないところ見逃しているところをいろいろ教えていただくことができました。ぜひまたもう一度どこか機会があれば我々私もそうですし皆さん方にもお話を聞いていただけたらなというふうに思います。今日いくらか持ってきていただいてるんですけどもホームページその他でご覧になった方もいらっしゃるとは思いますけれども本当に子どもの絵を中心にお書きになっておられまして寂しそうな瞳でどっか悲しそうでありながらずっと遠いところを見ているような子どもの表情がすごく印象的でなんか自分自身私自身の汚い心を見透かされているような気になったような気がしておりました。今日もいろんなお話聞けると思いますので、どうぞ最後までお願いしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。こんにちは。立ってる方もいらっしゃって立ち見が出たの？そんなに人気？顔が怖いわ。すごいマスコリですね。目しか見えてないから怖いわ。目で笑って大丈夫？疲れてる？疲れるわよね。いろんなことを文科省から言われたでしょ？知らないけど、先ほど汚い心を見透かされてる。そんなに汚いの？今日はセクシャルマイノリティの当事者として私が先生の前でこうしてお話しますけれども100人いたら100通りの性別があると思って聞いてください。今日コーブンさんの話聞いたからそれが全てだわって思われるのは私もすごく困るし私は専門家でも何でもないので一当事者としての幼少期をお話ししたいと思いますのでそこから先生たちがどういうことを汲み取っていただけるのか読み取っていただけるのか。 LGBT という言葉が叫ばれる一方でやっぱり LGBT っていうのは性癖じゃないですか？なんか気持ち悪いっていうような意見が私は全部を公表して活動しているので毎日のように届きます。まだまだ辛い思いをしている方がたくさんいます。自殺を考えている方もたくさんいます。なのでやっぱりもっと声を出していかないといけないなって。ゲイなのかなトランスジェンダーなのかなどっちかわからないってどこにも当てはまらない自分でいちゃいけないのかなってそんなことで苦しんでいる子どももいると思って今日は聞いていただけたらと思います。私は3人兄弟の次男坊としてこの世に生を受けました。上にはお兄ちゃんがいます。5歳下には弟がいます。この公文公蔵という名前は私の本名なんです。公文式算数の公文って書いて公文って呼びます。変わった名前でしょ。すごい男らしい名前。いつから違和感あるんですかっていうふうによく言われるんですよ。いつから違和感あるんですか。違和感なんて子供の人ないです。おじいちゃんはいつかなくなると思ってました。4歳の誕生日には両親が5歳になったら熊のぬいぐるみ買ってくれるって言ってました。ところがお兄ちゃんと一緒に育てたはずなのに私だけどこか女っぽくなっていくのを見て両親は心配したんです。このまま小学校に上がったらこの子いじめられちゃうんじゃないかなって。母はラジオ相談に電話をしたことがあるようです。うちの子なんか女っぽいんです。これ古いこう今どうこうこれいいか。うちの子なんかすごく女っぽいんです。なんででしょう。お兄ちゃんと一緒に育てたはずなんです。なんででしょうって相談員も言いました。あそれなんかねお母さん今お話ししてたらなんかすごいお母さん男っぽいです。喋り方声低いしお母さんが男っぽいと息子さんって大体女っぽくなるんですよ。厳しく育ててください。甘やかしてるからです。真に受けた母は明日から厳しくしようと言ったんです。
でした。前も前もそうなしたみたいです。5歳まではお父ちゃん、お母ちゃんって言ってたんです。5歳の誕生日に両親が変わったんです。明日からお父さんと言いなさい、お母さんと言いなさい、敬語を使いなさい。子供からしたら何かわけが分からなかったです。女の子っぽいものは全部父に捨てられました。母の妹と一緒に住んでたんですけども、おばだけが私の味方でした。でも私が女の子っぽいものを欲しがったら、大好きなおばがお父さんに怒られると思ったので、私我慢しようと思ったんです。そしていよいよ小学校に上がる時が来ます。赤いランドセルがもらえると思ってました。黒でした。なんで私黒なん？赤がいい。お友達みんな赤やから。赤がいい。あなたは男の子、黒しかダメよ。そこから私の我慢が少しずつ始まりました。小学校1年生になったら、1年生と2年生が同じ女の担任の先生でした。先生の口癖は、男は男らしく、女は女らしくですよ。誰かな、このクラスに一人なよっとしたらおるな。公文、あんたのことや。もうちょっとシャキッとしなさい。なよなよするな。女の腐ったみたいに、女の人って腐るんですかって聞きました。女は腐るんですかって。いびくつばっかり言って。シャキッとしなさい。みんなと違うでしょ、あなただけ。みんなと違うって何？みんなと同じって何？って言いました。みんなと違うでしょ、あんただけ。男でしょ。そんなん分からん。僕って言ってみなさい。こうちゃん、こうちゃんって言わんと、僕って言ってみなさい。言いたくない。もう先生が大嫌いでした。男らしくって何なんて。父と母に相談しても、あなたが悪いのよって。先生の言うことは絶対です。我慢しなさい。クラスの男の子にもいじめられました。おかまって。お前キモいね、おかま。今で言ったらお姉でしょうか。おかまって言うのやめて。それ私嫌いな言葉やからやめて。謝って。なんで謝らなあかんねん。お前おかまやないか。特命の結果になります。噛みつきます。先生が来ます。何やってるの。今おかまって言われたから喧嘩してる。謝ってくれへんから。私何もしてない。何もしてないと女っぽいでしょ。だっておかまって言われたんやもん。おかまって言われたん？おかまやないの。男らしいの？男らしくないでしょ。おかまやないの。なになにをしてって先生にも言われました。もう誰にも頼ることができないんだって。自分で解決しないといけないんだって思いました。ある時おかまって言われた男の子に、謝ってって言っても謝ってくれないから、放課後その子の家に行きます。ピンポンします。ピンポンピンポンって。当時ね、ピンポンだったんですよ。若い方わからないでしょ。ピンポンかブーだったんですよ。今いいの出てるでしょ、パナソニック。一回押したらずっと鳴ってるやつ。あれじゃなくてピンポン。それをピンポン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 って壊れるまで押すんです。ピンポンピンポンって。あんたとこの息子におかまって言われて傷ついてから、あなたが謝って。すごいでしょ。2年生よ。だからもう嫌い、大人が嫌い。小学校入ってくる先生大嫌い。自分が自分らしくしてるだけなのに、どうして周りの大人は分かってくれないんだろうって。何も悪いことしてないのに、もんとしてました。特に一番困ったのがトイレです。 100% 授業中、授業中にトイレ入ったら誰もいないのに、または職員トイレ。どうして休憩時間に行けないの。行きたくないからって。なんで行きたくないの。お前にも言いたくない。お前って誰に言ってんの。あんたいい加減にしなさいよって。誰に言ってんの。うるさいババって。誰にババって言ってんの。誰にババ言ってんの。お前がババちゃうかって分かる。どこにババおんねん、ババって言って。いい加減にしなさい。バチッと叩かれました。バチッと叩き返しました。すごいでしょ。今は反省してるんですよ。だから仕方がないですよね。先生からしたらその当時ってそういう教育方針だったんでしょ。男男らしく、先生からしたら普通のことを言ってたと思います、当時としたら。あとは大
と決められない。特に4年生になった頃は男の子と女の子が分けられるじゃないですか。決められない。なので体育の時間は遅刻。問題児、異端児、みんなと違う一人だけ。このことで何かあるとあなたがやったんでしょうと先生から目をつけられると。先生で4年生になったらこの子がこんなに女っぽいのは女友達と遊んでるからだと思いますって先生の見解が出たんです。若い新任の人が担任になりました。4年生だったら高齢の監督、毎日電話がかかってくるの漏れてるんです声が。うちは両親がこう動画だらけだったので呼び出されてもそんなにいけないじゃないですか。なので毎日毎日家で先生から電話があって、興奮君を女友達と引き離しましょうということが女の子の友達の両親とうちの両親と先生とで決まってしまったんです。可愛いものとかキキトララとかキャンディーキャンディーとかお若い方わからない。そばかすなんて知らないでしょ。知らない。そういうのがあって全部捨てられて、あげくの果てに友達まで取り上げられて、親と先生に抗議しました。なんで友達取り上げるのって。何も悪いことしてないのにどんどん尖っていきました。4年生になっても5年生になっても友達とか特に男子にオカマ、キモい、オカマ言われました。もちろんもうずっと続いてますよ。人の家にオカマ行くのはずっと続いてますけれども、もうとにかく一個一個丁寧に、すごく気が強かったので一個一個仕返しをする。謝ってくれなかったらお弁当に砂入れるとか、謝ってくれなかったらボリボーに穴止めでくくりつけてハサミ持っていっておちんちん切ったろかと。これ切ったらあんたの先におかまなんてどないするって、どうする切ったろかって言って学校時の問題になりました。家に帰ったら兄にも暴力を振るわれました。お前のせいで学校でいじめられるって、男らしくしろって。親戚からも言われました。あんただけがおかしいって、公務の名前に泥塗ってるって。そんなこと子供に言われても何かわからないです。すごい子でしょうね。大変だったと思います。当時の先生とかすごい、どっかから泣き声聞こえて登り方に行ったらくくりつけられてすごい吊らされてる男もおるんですよ。ってなるよね。でハサミ持ってるの私が、いやーって先生叫んでる。こんな子います今。おるの会ってみたいわそんな子だったんですよ。そして6年生の時に修学旅行があるでしょ。お風呂がもう嫌だった。男子と入らないといけない当然だけどさ、もう絶対に嫌だったんです絶対に。それでも先生はみんな入ってるんだからみんなと同じにしなさい、みんなと同じにしなきゃ私はしたくない、あかん、みんなと同じにせなって無理やり入れられそうになりました。宿泊施設を逃亡しました。近くの民家に逃げ込みました。殺されるって言って教師に殺されるって言ってびっくりしてらっしゃいました。殺され、先生に殺されるって言って本当に殺されるみたいな顔してたみたいです。無理やり連れ戻されて、それでもお風呂は入りませんでした。汚い汚いって言われて、一日お風呂入らなかった。汚くなるわけないじゃないですか。汚い汚いって言われて、また違う、いじめられて、それも丁寧に全部やり返しました。一つ一つ丁寧に、一言も漏らさず丁寧に、全部丁寧に、全部も何もかも丁寧にやり返しました。丁
今日、まあ、中学校の先生ですか、うん、大丈夫ですか、このまま小学校の話して帰りたい、大丈夫ですか、今日はあっさりめに喋ってます、控えめな感じで、ちゃんと聞きたかったら YouTube の講演会をご覧ください、中学校になった日にくれてました、特に中学校になったら学ランが嫌だったんです、セーラー服を着たかった、学ランがどうしても嫌だった、中学校になったら体育の教師とかいるじゃないですか、体育の先生とか、私の股間をつかみに来る先生がいたんです、女子だったら、今だったらもう大問題じゃない、テレビに取り上げられるぐらい、でも男の子っていうだけで普通だと、すごく嫌だったんです、やり返しました、この先生を3年間の間絶対殺すって確実に認めると思ってたんです、絶対やるみたいな、こいつは絶対殺すと思ってたんです、そしてあの教室から部活中の先生に分けて植木鉢投げたこともありました、当たらなかったわ、そのぐらい腹立ったんです、で当たらなかったけど怒られるでしょ、先生が股間掴もうとしたからですって、股間掴んでくれ、掴むのやめたら私もしませんって、謝って、あなたが先に謝りなさいって言って、何を誰に物を言ってるんだっていう感じで、車で学校に通勤される先生がことごとくおりました、で謝ってっていう紙を木工用ボンドで丁寧に運転席のところに丁寧に貼りました、いつしか車で通う先生が少なくなっていて、丁寧に丁寧にやりました、もう数学の先生からは階段から突き落とされたこともあります、不良のこともまたちょっと違う感じ、授業は横向いて聞く、先生が何か一つ間違ったら、なんで間違うの、教師なのに、そう間違ってるやん、それなんで間違うの、今なんで間違うの、先生がって言ってずっと授業中、なんで間違うのって言って、教師がなんで勉強してきたんと、私ら間違った教育されてるやん、チョークが折れたらなんで折れる、なんで力を加減して書かないの、教師でしょ、ちゃんとして、そんな教師のくせにって言うんです、あなたが男のくせにっていうか、私は教師のくせにって言うわって丁寧に言い返しました、そして3年生になったら美術の教科担当の先生が担任になったって、先生は1学期は様子を見てました、なんであの子あんなんなんかなって、なんで授業を妨害するんかなって、なんで大人に反抗できたんかなって、なんで授業を横向いて聞くんかなって、なんで学校に教科書持ってこないんかなって、なんであんなに荒れてるんかなって、私を観察してたんだと思います、そしてこれは私がこの講演活動をするようになって知ったことなんですね、その当時の副担任の先生がまた教師をしてらっしゃって、私の講演会に来られて、実はねって話をしてくれたんですけれども、森本先生ね、もうあなたの担任になった時からずっと職員会議で、あの子をあの子のまま受け入れてあげることができないでしょうかって、体育の先生そういう股間使うのやめてもらえませんかって言い続けてたみたいです、でも他の先生はあの子は問題児ですよ、何事もなく卒業してくれたらいいんですけどね、先生おかしいに違いますか、あの子はあの子のままでどうやって受け入れるんですか、あんな気持ち悪い子、どの先生も受け入れられなかったのに森本先生はずっと声を出し続けてたみたいです、そんなことは私知らないから、森本先生にも反抗的な態度ばっかりとってたんです、ずっと、その当時私の中での流行りはあの色付き聖子ちゃん、ヴィンテージ世代って意味わかります、物ってあの100年経ったらアンティーク、50年でヴィンテージでしょ、私たちはヴィンテージ世代っていう言葉を流行らそうと思ったけど流行らないわ、嫌じゃない、なんか老眼鏡とかさ、嫌な言葉日本語いっぱいありますね、リーディンググラスよ、あれ老眼鏡って嫌な響きだわ、シニアグラス、今若い人も老眼の人はいるよ、スマホでシニアグラスっていうの、これからやめて、先生も教育して子供たちに今からシニアグラスとか
言いませんってリーディンググラスですって言って、当時こう聖子ちゃんの色付きリップが入ってて、ピュアピュアでいいかなかった、気持ちはイエス、意味わからないですよね。純粋なリップで気持ちはイエスって感じしか意味わからないけど好きだったので、学校に持って行って、でもう一つ入ったのがベビーパウダー、ファンデーションのつもりの、想像してください、学生服着て色真っ白でここだけ赤い男の子想像してください。当時家から学校に通う道にお墓があったんですよ。でお墓を追って遊ぶのが好きだったなみたいな子でしょ、お墓で時間潰すのが好きなんですよ、学校もちゃんと行きたくないから。今でもなんか出る学生服の白い幽霊出るって新しいです、噂になってるかもしれない。それと今でも忘れないです、2学期の美術の時間にその時もこうやって横向いて色をつけて塗ってました。よく考えると森本先生は男のくせにとかは言ってなかったなって思います。もう大人大嫌いだったから、そんな他の先生と森本先生の違いなんて受け入れることもできずに、ずっとこうやって反抗ばっかりしてて、公文そんなことちょっと後にしなさい、ちょっと持ってきなさい、先生預かっとくから後にしなさい、ちょっと顔白すぎ、後にしなさいって言って、はぁ、指示すんなよ、やりたいってアホババアって言ってずっと見てました。なんでそんなに何回も塗るの、そんな乾燥してんの、乾燥してんねん、大体そんな一回塗ったら大丈夫よ、時間置いた方がいいと思うけど、さあ、何がお前の、ちょっと持ってきなさい、まとめしなさい、こう先生は、あ、もう限界かなと、ここでちょっと話そうかなと思ったみたいです。ちょっとこう美術処理室までおいで、先生とちょっと話しよう、ちょっと来なさい、ちょっと話したいから、行かなあかんねん、いいからみんなの前で怒られたいの、あなたにもプライドあるでしょ、めんどくさい、わわわ、めんどくさいことの中に発見があるのって言ってました、意味わからん、何はその発見は、めんどくさいことありません、そんな発見なんて、あります、めんどくさいことの中に発見はあります、どんな発見やねんって、いいからちょっと来なさい、先生と話しよう、準備室おいで、行かない、来なさい、行かない、来なさい、行かない、来なさい、先生がつか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 って私の席までやってきて、私の手を掴んでわーって私を引きずっていって、美術準備室に放り込みました。アンチエイジングっていうのも嫌いね、重ねた年齢にアンチってどういうこと、どんどんアンチになるの、どんどんアンチアンチになっていくの、アンチエイジング、アンチエイジング、誰が作ったの、あのアンチエイジング、エイジングケアでいい、ウィスエイジング寄り添う、どうでもない、あ、あとは動画をご覧ください、どこまで話した、あ、掘り込むところだ、掘り込まれた、棚のものがガラガラガラって降ってきました。そして先生がバチンって叩きました、バチン、バチンって、痛いな、何すんの、やめてんやって、いい加減にしなさい、あんたって、パッて先生見たら、先生もかばって泣いてました。どうしてあなたはちゃんと言葉にして喋らないのって、何がそんなに腹立ってるの、何がそんなに嫌なの、ちゃんと言葉で喋りなさい、喋っても分かるか、教師に。大人が今まで私を決めつけてきたんよ。何を言っても分かれへんわ、大人なんかに話しても無駄じゃアホ、あなたが今まで決めつけられてきて嫌だったかもしれないけど、今その決めつけられたことを教師にしてるよ、ちゃんと話しなさい、私はあなたを決めつけたことは一回もない、ちゃんと言葉で喋りなさい、人間でしょ、赤いランドセルが欲しかった、トイレも嫌やった、あれも嫌やった、これも嫌やった、森本先生は私をぎゅっと抱きしめてくれました、ごめんねって、今までのことがどんなことがあったか分からないけれど、私がその先生たちの分も謝るから、ちゃんと言葉として喋りなさい、あなたこのまま大人になったらとんでもない大人になる、私はそれが一番心配だから、ちゃんと言葉で喋ってって言いました、何が嫌やったって、
も嫌やった、決めつけられることも嫌やった、男らしくしろって言われることも嫌やった、私は私らしくしてるだけ、何にも悪いこともしてない、なのに教師からずっと決めつけられてきた。そんなに私が私らしくしてることがダメなの先生、僕って言わないと人間じゃないの、言わなくていいよ、言いたくなかったら。体育の時間は別にあなたが着替えるところは私が用意してあげます、おトイレも私が何とかするから休憩時間に行きなさいって。他にも何がやりたかったのって言った。子供の時に文化祭で男の子の役させられるのがすごく嫌やったって。女の子の役がしたかったって、髪も伸ばしたかったって、親に無理やり髪を切られるのも嫌やったって。次の文化祭の劇もあなた女の子の役していいからって、ちゃんと話したら先生ができるとこは全部してあげるからって。まだ役決まってないけどどの役前に言ってごらんって言われました。この学校で一番可愛い少女映画やりたい。それはあかん。なんで今やらせてくれるって言われたのに、けどさすがちさ、なんで美少女じゃない、なんで私結構可愛いんだけど、ちょっと赤くなりすぎるかもしれない。今までにね、そういうことだったから仕方ないけど、顔に赤くなる、美少女じゃない、美少女は京子ちゃん、あなたはこの意地悪な助教師へやりなさい。そんな私の意地悪な人の口調とかそんなできないと、いやそのままでそのままやりなさい、できるからって言われました。見事に演じ切りました。森本先生が当時4色コンテで私の顔を描いてくれたんです。先生、私どの部屋が良かったって、分かったか、ロングヘア描いてあげるって、絵の中では自由になれるよって絵に没頭しました。親に言ってデッサンを習いに行きたいって言って、夜阪南市から泉南市まで、今でもある伊豆に砂川って駅ローカルすぎて泉南の先生しか分からない、隣町その絵を習いに行ったりとか、卒業の前に修学旅行あるでしょ、お風呂も森本先生は入らなくていいって言って、でもお風呂入りたいでしょって言って、先生が泊まる部屋にはお部屋にここ個人が入るお風呂がついて、ここで入りなさいって言って、私一人だけのお風呂を作ってくれたりとか、中学校3年生の時森本先生がすごくサポートしてくれて、3年生だけは割とストレスなく学校にすごくじっくり話も聞いてくれましたし、でもやっぱり森本先生そういう感じだから、もう今は教師辞められてる、そういう感じってどういう感じかわからないけど、ね、先生もある意味異端の先生だったんでしょうね、他の先生にそうやって言って。今はなんかトールペイントのなんか先生してます。トールペイントの先生してて、先生の個展も公文これ買えるよって、なんて今稼いでるでしょこれどうするって、いただきます。お若い、インスタしてて、インスタでもつながっています。そして高校生になるんですけれども、父は諦めてなかったです。私を男子校に入れようとしました。絶対入れなくなかったです。母の妹、おばに相談しました。どうしようって、もう男子校なんかに入ったら終わりやわって、行きたくない、どうしようって、おばは言いました。白紙で出しなさい。大丈夫かな、大丈夫、白紙で出しなさい、バレへんかな、そんなことバレても大丈夫、白紙で出しなさい、万が一書いて何かで正解してしまったら大変だから白紙で出しなさい。名前はどうする、名前も書いたらダメよこんな不気味なおばじゃないですか割と普通のおばさんなんですけど、イメージ的な感じで、名前とかなんて書こう、
松田聖子とか大丈夫そんな嘘の名前嘘すぎて誰も気づかない大丈夫これ全部に聖子って書くのって中森明菜って書くの思いつく限りはいろいろ書きますそういう感じで拍手出しました見事不合格そしてペン男子のもう今がないせいな今なんか自分がどっかと合併したんでしょ千南高校はね名前が変わってそれでもやっぱり高校に入ると地獄でした何も楽しいことがない食べ方が女っぽいからターゲットにされていじめられて毎日トイレでお弁当を食べてましたでも一つだけ入学式にすごい背の高い色の白の男の子がいたんですかっこよかった体は順調に男の子としての成長していくんです筋肉がついて声が変わってでも心は順調に女の子になっていくんです初めて違和感これは何なのかなって自分の中に二人いるどうなるんだろうっていうのをそれまで勝ち気に活発でお我慢言われてやり返してそれがもう内向的になってきました自分がどうなるんだろうってその時に2年生になってその憧れてた男の子と同じクラスになりましたあろう子とかその子が今日一緒に帰ろうって放課後一緒に帰ろうって言ってきたんですそうでしょうあれはこんなことそして今日泊まっていきって言われたんですすごいね音声がこれ帰ろうって言ってきて泊まれって言われて夜になってキスをしてこようとしたんです今だったらもうやりまくりますよ私からでも当時はねえ夢見る夢こう降るって感じだけどそういう恋に恋するっていう感じだったからちょっと怖くてその子の家を飛び出して逃げたんです今考えると多分その男の子はゲイなのかでも結婚したって聞いたからバイセクシャルだったのかな学校に行くと自分を防御するためでしょうねもう学校中に言いふらしてましたあいつに付きまとわれて困ってるってあいつお構やねんってもうどんどん居場所なくなりましたどうしようってもう学校行きたくないって親にも言いましたもう学校行きたくないって行きたくないあかんそんな行きたくないって学校行かないといけないんだったらもう死にたいって言いました父は言いましただったら死ねって何を言ってんねん甘えて許さへん学校休むのは行けちゃんとって言われましたどんどん居場所がなくなってもうすごく疲れ果てました学校に行くだけで疲れてましたいじめもひどくなってましたトイレでご飯を食べたらトイレまで来ました男の子たちが3人でトイレに来ました元気に顔突っ込まれましたもう行きたくないってもうしんどいってもう死にたいってそこからどうやったら死ねるんだろうどうやったらこの世の中からいなくなれるんだろうもう疲れた楽になりたいと思いました学校の非常階段にちょうど体を横にしたら通れる隙間があったんですここから飛び降りたら私は死ねるってここから飛び降りたら私は死ねるってでもその一歩が出ないんですなかなかリストカットをしてももうためらい傷ばかりでなかなか死ねないんですでも死にたいんですこのまま生きてても私は世の中から笑い物にされるって女の子を好きになることはできない
男の人しか絶対好きにならないのはもう自分では分かるんです。でも自分ではどうすることもできないんです。父は言いました。私は男だって、女が好きだって一日3回思えて、そしたらなれるって。なれるわけないって、私女の子なんて、男の子じゃないって。父に何回も言いました。学校行きたくないって、助けてって、行きたくないって。許してくれなかったです。無理やり車で学校まで連れて行かれる時もありました。高校になったら2年生が修学旅行行きたくないって。友達もいないし、これで修学旅行なんか行って何も楽しいことはない。せめて学校休みたいって、ちょっとだけでもいいから学校休みたい、何回言ってもダメでした。家で絵を描くことだけが唯一の気分転換だったのに、それすらも父は私から取り上げました。絶望的になりました。今では考えられないんですけれども、当時は保険証を持っていけば農協で農薬が買えたんです。両親の保険証を持って農協に行きました。お庭に雑草が出てるって、困ってるから農薬売ってくださいって。まさか自殺に使うと思わないから、農協の職人さんはどのぐらいのお庭ですか、あそこの駐車場ぐらいです、わかりました、液体ですか粉末ですか、粉末ですって言って、農薬を買ってものすごい匂いなんですね。それがこれを家に持って入ると気づかれてしまうっていうぐらいのとんでもないこう薬品臭、袋の上からも匂いだったので、家の離れにとりあえず持って行って、家の離れでオブラートに包みました、60袋。そして夜になるのを待って全部飲み干しました。夜の2時ぐらいだったです。全てを飲み干しました。腹痛で目が覚めたのは朝の5時でした。パッと鏡を見たらもう顔が紫色に腫れ上がってました。毛細血管が全部浮き出してる状態、目はもう白目はなかったです。白目が真っ赤になってました。口からは血が出てました。やったことは分かってる、知りたかったはず、でも苦しいんです。今まで味わったことがない苦しさなんです。もう体中がしびれと痛みと熱さ、もう内臓が焼けただれるような熱さだったんです。自分で選んだことなのに両親の寝室まで助けてって吐いながら行きました。お母さん助けてって、お腹痛いって両親は私を見てびっくりしました。歩いてきたとこ全部垂れ流してます。血液と嘔吐物と全部便と、これはただことじゃないって。父が私を揺さぶりました。何をしたんやって、農薬飲んだ、ごめん、でももう耐えられへんかった。父と母はパニックになって近くの病院に救急車で私を運びました。しばらく私は記憶があります。病院に着いたらまず胃洗浄されました。ホースのようなものを口に突っ込まれて、警察も来ました。飲まされたんか飲んだんかって、自分で飲みました。だったらよかったって警察は帰りました。飲まされたんじゃないよねって、事件性はないよね、よかったって帰りました。記憶はあるけれども、口も目も見開いて体が硬直して動かないんです。病院の先生の言葉も聞こえます。もう助からないです。内臓も溶けてます。体中の血液に毒が回ってます。発見が遅かった、諦めてください、合わせたい人がいたらやめてください。おばも来ました、おばあちゃんも来ました、おじいちゃんも来ました。おばは泣き崩れてました。それも全部見えてます。でも声が出ないんです。ただ一言謝りたかった。生まれてきてごめんなさいって、こんな私でごめんなさいって、泣いてる母と母に謝りたかったです。でも謝るには声が出ないから、人工透析もされました。手は尽くしましたけど助からないって先生が言ってる。私の実践は終わるんだ、死ぬんだって、ごめんねお母さん、手を握りました。かすかに力が入ったんです。そしたら母が諦めたくない、
諦めたくない。私たちが殺した。もう一個病院があるから、そこに運びたいって。お母さん何言ってるんですか。もう助からないですって。あなたには助けられないかもしれないけど、他に助かる医者がおるかもしれないじゃないですかって。私をもう一つの大きな病院で岸和田まで運びました。仙南から岸和田まで運びました。岸和田の特集会病院というところに入って、そこからの記憶はないです。1ヶ月か1ヶ月半くらい生死をさまよったと聞いてます。でも私は奇跡的に命を取り留めることができました。目を覚ました瞬間、母に言ったのは、鉛筆と書くものちょうだいって、絵を描きたいって。女の子になることも諦めます。男の人は好きになりません。だから絵だけは描かせてくださいって言いました。そして1ヶ月半闘病生活をして高校に戻りました。不思議ともう何も怖くなくなってました。人の目も人の言葉も何も怖くなくなってました。いじめる人がいました。死に損ないって言われました。父方の親戚にも死に損ないって言われました。死んだらよかったのにって、あの時死んでくれると思ったのにって言われました。どんなにいじめられてももう何も怖くなかったです。言いました、次死ぬ時はお前を殺して死ぬって。そして高校卒業して、一刻も早く阪南、仙南から飛び出たかったんです。何にもいい思い出はない、苦しさしかない、この場所から早く逃げたいって、絵描きになるって。大阪市内に出てアパートで一人暮らしを始めて、似顔絵描きから絵描きをスタートさせました。個展デビューは25歳、百貨店デビューは28歳、初めての画集は28歳でした。順風満帆でした。絵描きとしては絵描き一本で生活ができていること、何の不満もない、限られた人しかなれない職業に私はつけてるんだ。でもどこか満たされない。28歳の時、このままでいいのかなって思いました。自分とちゃんと向き合わないと、これから描く絵が全部嘘になるって。向き合った結果、私はゲイだと思いました。男として男が好きなゲイだと思いました。同性愛だと思ったんです。そして初めての彼氏もできました。カナダ人男性でした。身長196センチ、金髪、水色の人、名前はアンドレと言いました。ここからちょっと妄想にお付き合いください。アンドレ、なんてもらったんだね。アントレ、オスカル、オスカルよ。私は今まで生きてきて、あなたのような美しい男の子を見たことがないって言われました。言ってないって言ってました。私はそう聞こえたんです。でも確実に、でもね、相思相愛だから、やっぱりキスとかそういう時は来ますよね。でもそこで、あれなんか違うって。そして彼が友達に私を紹介するときに、僕のボーイフレンドだよ、僕のボーイフレンドだよって紹介するんです。ボーイフレンド、彼氏より私彼女がいいって。私のこと彼女って紹介してって。私、恋人ができたらなんか、彼氏と彼女っていう感じだったんです、なんか私の中では。それでアンドレが、君はゲイじゃなくてトランスジェンダーかもしれない、日本ではまだそういう言葉ないけれども、カナダではいるよって、君はトランスジェンダーかもしれないって、だから僕は同性愛だから、君のことは恋人としては無理だけど、友達として応援してあげるって。応援してあげるって言ったけど、お金も出していただけなかったですよ。あのお化粧品買いについてってくれたりとか、白人男性ってレディーファーストって言うけど、お金のかからないことは進んでやっていただける感じ、お金のかかることは割り勘みたいです。
って、カプリ調査ではいかんよ。いいあんたしてくれと思う、カプリ調査ぐらい。そんな高くなくない、カプリ調査。すごいフレンチとかさ、そういうのだったらさ、私もね、申し訳ないわと思うけどさ、カプリ調査は出していただけないかなと思ったけど、まあじゃあ恋人じゃないし、じゃあ私はカプリ調査を出してくれる彼氏を見つけようと。目標低すぎる。大丈夫ですか。そういう感じだったんで。そしてだん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 女性になっていくんですけれども、この容姿になったのは30歳ぐらいです。でも容姿がこういう風になってくる途中いろいろありました。男の子にも見えるし、女の子にも見えるみたいな。どっちのトイレに入ってもえって言われる感じ。なので私車椅子用のトイレを探して入ってました。当時重宝したのがやっぱりスターバックス。この前どこかの学校、私立の学校から LGBT 用トイレを作ろうと思うんですけどどう思いますかっていうなんかこう意見を求められたんですけど、いりませんって言いました。その LGBT ってカミングアウトできる人少ないので学校にそんなトイレ作るの誰も入りませんって。でも全部を個室にしたらいかがですかっていうふうにご提案しました。何番で変なヤンキーにおかまって言ってこう空き缶投げられたり、ナンバのヤンキー嫌い。ナンバのヤンキー嫌いよ。てか小さい和室中とか苦手。バーッと当たるでしょ。あれ、ああいう大阪の人嫌い。バーッとって普通のカッパ、だってオーバーハンド嫌い。あ、東京とか当たらないですよ、あんなに。バーッと当たって。でも私、平日しか行かないです。また関係ない話。この容姿になったら、まず訪れた差別がマンション出て行けって言われました。署名運動されました。あなたのような女装の方がうろうろされると子供に悪い影響が出る、うつる、出てってください。かなり美しかったんですよ。この世のものとは思えないで笑ってるの本当よ。ネットで調べて出てくるから、私の私のココアートチャンネルご覧ください。えっていうような、三輪明宏さんの若い時みたいな、えっていうような、美しい男の子だった、出ていけって言われて、お絵描き教室もしてたんですけれども、お絵描き教室のカルチャーセンターのオーナーからも出てってください、先生のような気持ち悪い方がやっぱりカルチャースクールうろうろされると困ります、出ていってください。もう当時ちょっと疲れて、そういうことに。当時付き合ってた彼氏がいたので、もう私は養子が女性になって女性として生きていくことが幸せなこと、女性として世の中に埋没することが幸せなことだっていうふうに思ったんです。もう仕事を全部お断りして、ここまでやってきた絵描きの人生全部捨てて、彼氏と一緒に新しい土地に行って女性としての生活を始めました。幸せが待っているはずでした。全部願いが叶ったから。当時流行ってたんです、タワーマンション。私最上階に住みたいって言って、もう幸せが待ってるはずでした。待ってなかったです。それまでやっぱり絵を描くことっていうのはもう私の肉体の一部になってたので、それがないっていうのがなんかこう表現したいというか、絵を描きたい欲求が出てくるし、展覧会をして作品を発表したいという欲が出てくるんです。女性として幸せになれるはずだったのに、なんでかなって。彼もまだ若かったから、私は子供を産んであげられない。彼のお母さんからは子供をできるよねって言われる。彼のお母さんにも女性って嘘ついて、なんでそんなに声低いの、なんでそんなすごい肩幅なのって、なんか嘘ついてる、なんかこう後ろめたさがどんどん出てきて、情緒不安定になって、彼と毎日喧嘩するようになって別れることになりました。なんでこんなに苦しいんやろ、女性になりたかったはずなのにって。
そこで私自分と向き合ったんです。なんでかなって。今まで自分の心の支えだった絵を捨てて、自分の過去も全部捨てて、新しい人生の盾に入らないって自分で思ったんです。いろいろな方がいると思います。過去の知り合いも全部捨てて海外に渡って幸せに暮らしてる方もいます。ただ私にはできなかった。過去の私もあれも私なんだと。過去苦しかったことも嫌だったことも、森本先生と出会ったこともアンドレと出会ったことも全部なかったことにして、新しいものを手に入れることなんてやっぱりできないと思ったんです。自分の過去を全部受け入れて、全部公表して、もう一回公文公存っていう名前で生きていきたいって、もう一回絵描きとして生きていきたいって。活動再開するんだったら全てをさらけ出して講演活動もして、もっと声を出していきたいって思ったんです。こんな人が近くにいるかもしれないよって。人口の約 7.6% って言われてます。認める、認めない、受け入れる、受け入れない、もはやそういう議論がナンセンスだと思います。当事者も子どもたちも現にいるんです。存在してるという事実があるんです。 LGBT だけじゃなくて、子どもって人それぞれみんな違うと思うんです。でももし自分が人と違うと思っても、自分が LGBT だと思っても、自分に障害があると思っても、周りの環境がそれを受け入れる環境でもなければ、カミングアウトをしたり、誰かに相談したり、先生に相談したり、ましてや子供と先生ってちょっと距離があります。そこで先生たちにお願いしたいのは、環境を作っていただきたいんです。子供たちが助けを求められる環境を作ってほしいんです。助けて先生って言える環境を作って、私があの時一人でも助けてって言える人がいたら、私は死を選ばなかったと思います。今でもテレビをつけたら、お姉タレントが笑いの対象、いじられる対象、ホモだホモってあったでしょ。あの時同性愛の人の自殺率ぐんと伸びたんです。自分が同性愛ということをカミングアウトしたら、世の中にこういうホモだホモっていう形、いじられる、笑われる、気持ち悪いって言われる、世の中にそういう環境があれば、自分の個性が自分で間違ってないと思っても、自分で自分を否定してしまうんです。もし学校に LGBT の子どもたちとかクエスチョニングの子どもたちがいて、相談してきたら乗ってあげてください。同時に親も同じ当事者です。子どもがこうなんです、間違ってるんでしょうかって言った時に、間違ってないんですよって、大丈夫ですって言ってあげられる環境づくりを先生たちにしていただきたいんです。私は先生たちは絶対に未来を作れると思ってます。先生たちしか作れない。大人になったらもう価値観の更新はなかなか難しいんです。でも感性が柔軟な子どもたちに、みんな違うんだよって、世の中一人も同じ人がいないんだよって、一人も同じ人はいないけど、みんな同じ命なんだよって、違いを認められる子どもたちの環境づくりをしてください。それだけで世の中は氷が溶けるように変わってくると思います。今まだ過渡期だと思います。まだまだ嫌悪感を持っている人もいます。私は肌で感じています。毎日のようにホームページにもそのような LGBT の人に嫌悪感を持っているとか、そういうメッセージが届きます。動画にはコメントも入ります。先生たちが今接している子どもたちが大人になった時に、違いを認められる社会になれるように、なんか私こう見てたら、先生の後ろに子供たちが見えて、そういう世の中になったらいいなと思います。私のホームページには、今でも死にたいみたいな、死にたいっていうメッセージがたくさん届きます。去年私の個展に来てくれた子が、今年がいないって、そういうのを聞くたびに、まだまだなんだなって。パートナーシップがいろいろなところで認められてるのに、まだまだこんなに死にたいと思っているセクシャルマイノリティの子どもたち、クエスチョニングの子どもたちがいるんだなって。なので私からのお願いは、どうか学校の現場で子どもたちが助けを求められる環境を作ってください。お願いします、はい、なんかちょっと公園と呼ぶにはほど遠い、知る滅裂な
ちょっと感情的にもなりましたけれども、私の思いがお一人お一人の先生にちょっとでも届いたら幸いです。私すごく脱線しているので、私の講演を聞いてみて、今日講演聞いた人に言うのも失礼ですけれども、ぜひ YouTube で綺麗にカットした、綺麗にまとめた動画がありますので、講演の講座を講演会で検索してもらったら出てきます。なぜ私が美容のチャンネルをするかというと、LGBT とかアートのことってそこに興味がないと来てくれないけれども、全くアートとも LGBT とも関係のない話題をすることによって、いろいろな人に目を向けてもらって、その人たちにアートとか LGBT に興味を持っていただきたい、そんな思いで全然関係のないチャンネルもしているので、よかったらご覧ください。今日は拙い講演になりました。ありがとうございました。コーブン先生、ありがとうございました。せっかくの機会ですので、コーブン先生へのご質問やご感想等がございません、せっかくの機会ですので、コーブン先生へのご質問やご感想をございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。どうぞ、プライベートの質問、聞こえる皆さん、マイクが聞こえます、大丈夫ですか。マイク持ってくるなんて、やっぱりね、動画撮ってるから、動画撮ってるからね、質問をね、顔は出さないけど声は出すわ、声変えとこうか、ヘリウムとかで。今日ありがとうございました。どうぞ。もし教えていただけたらなんですけれども、はいはい、今神戸先生のご両親との ご関係性とか、もし、はい、その後何かその、ね、お父様とかお母様と分かり合えたっていうことがあれば教えていただけたらなと思います。はい、今父は頭では分かろうとしてるんですけれども、やっぱ全部はなかなかやっぱり受け入れられないっていう感じだけども、必死で分かろうとはしてくれてます。だから契約とかそんなのではないんですけれども、やはり私が実家に帰ってしまったり、こう祖母の三回忌とかありますよね、普通に集まる、そういうのに私が帰ってしまうと、うちの母が父方の親戚からやっぱり親戚とか、やっぱりちょっとまだちょっと嫌味を、やっぱりもう年配の方が多いので、なかなかこうLGBT っていうのは分かっても、身内にそういうのがいるっていうのはやっぱり受け入れられないっていう親戚もたくさんいて、私が帰ることによって母がやっぱりちょっと辛い思いをするので、私は法事とかそういうのは帰らないようにして、お墓参りとかもちょっと時期をずらしていったりとか、そういうのはしてるんですけれども、両親とは私の個展に来ていただいて、はい、絵を買っていただいたり無理やり売ったりして、はい、そのほかにご質問やご感想等はございませんでしょうか。ちょっと質問させていただきたいんですけれども、今僕が担任をしてないんですけれども、うちの学校に小学校4年生でちょうど女の子なんですけど、やっぱり女の子の服装が嫌やということで、います。今度の、2月の終わり頃に4年生ちょうど体つきが変わる時期ですので、性教育を始めるということがあるんですけれども、その際にちょっと気をつけた方がいいなということとかがありましたら、ちょっと教えていただきたいなと思いまして、よろしくお願いいたします。わかりました。先ほども言ったように環境を作るだけで十分だと思うんですね。あまり先回りをして、あなたはこういうふうにこうだから LGBT のトランスジェンダーじゃないかなとか、そういうふうに早く答えを出したり先回りするよりも、こういう人が世の中にいるっていうような、例えば自分がもしそうだったとしても一人じゃないよっていうことを教えてあげられるような、そういう環境づくりでいいと思うんですね。やっぱりこう LGBT という言葉が出てきて、各日本全国の学校で先生たちが、あ、男の人好きなの、あ、じゃあゲイねっていう感じで、じゃあそのゲイとしてのサポートしましょう、あなたは性同一性障害ねっていう感じで、先回りをする先生も多いですね。やっぱりこう先回りをするよりも、もしどっちでも大丈夫なように環境づくり、そしてその子の環境づくりというよりも周りの環境づくりをしてあげられることの方が大事だと思います。その子に対するアプローチよりも、周りで私を例に出していただいてもいいです。今日先生こういう人の話を聞いてきて、こういう絵を描いてる人がいるけれどもどう思うって、中にもいろんな言葉が出ると思います。気持ち悪いと思う、男らしくするべきや
嫌だと思う、ああだと思って出ると思う、じゃあなんでそう思うのかなっていうことから問いかけて、いや世の中ね同じ人いないんだよって、だからじゃあなんで気持ち悪いのっていう、そういうなんか投げかけて、その学校全体クラス全体の環境を、もしそういう子が出てきてもいいよねっていうような環境づくりを、本当は性教育って言ったら、ね、4年生じゃなくて3歳ぐらいから始めた方が私はいいと思ってる派なので、あのその性教育って、ね、性別の性とも書くけど生きる教育でもありますよね、やっぱり。なのでどんなに AI が発達してもあなたが生きてるっていうことに対して尊いことなんだよって、どんなあなたでも生きててほしいんだよ、生きててねって、生きることへの教育と一緒にやっぱりやってほしいなって、環境づくりとして。そうすると自分の命も人の命も大切にできるような、そういう子になるんじゃないかなと思います。大丈夫でしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。コーブ先生、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では先生への幸を。言わないわよせっかくですので、本当にあのお忙しい中、本日講演を受けていただきまして、お話をいただきました、どうもありがとうございます。あの私も今日実は3回目お話を聞かせていただいたんですが、回を追うごとになかなか腕が上がっておられるというちょっと今日はそんな感じがさせていただきました。あの本当にあの最近、大阪府の人権教育のいろんな発表の中でも、少しずつですけれども、子どもたちのマイノリティの、取り組みの発表が、発表されるようになってきました。少しずつですけれども、いろんなところで学校の環境、先ほどお話しいただいた環境を整えながら、子どもがそれを話せる場が少しずつできてきてるんだなというのは最近実感しているところですけれども、今日集っていただいたいろんな、講師の先生方、本当に連携をしながら、またそういう環境づくりに今日はそれを作るという、作っていこうという気持ちを皆さんで確認をして、謝辞に変えたいと思います。本日はどうもありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いします。それでは神戸先生にもう一度感謝の気持ちを込めまして、大きな拍手をお願いします。